JR 東海の金子社長は今日、国が行うリニア開業後の新幹線の停車本数の調査について期待したいと述べました。岸田総理は今月、リニア開業後県内への新幹線の停車本数がどのぐらい増えるか夏をめどに取りまとめる方針を示しました。こうした国の方針に対し今日、 JR 東海の金子社長は期待を示しました。リニアの開業によって東海道線、東海道新幹線のダイヤを使ってどういうメリットがあるのかお示しをしたいと、有効に使えるなどがいいなと思っているということです。その上で金子社長はいろいろな形で地域住民に情報を提供することはプラスになるとして、国の調査に全面的に協力する考えを示しました。